ここを自宅兼職場にしたかったんです。マツエクサロンを家で行いたかったので、家の一部をサロンにしようと考えていました。初めは2階にサロンを置きたかったので、自分の希望としては2階をリフォームすることを希望していましたが、デザイナーさんの提案で玄関だった部分をサロンにすることにしました。それによって結果的にサロンと自宅の空間を分けることができ、仕事とプライベートの切り替えがスムーズにできています。さすがプロのデザイナーさんだなと思いました。また私の好きなアンティーク調の雰囲気を仕事場に表現してくださったので、仕事場も自分の好きな空間の一つとなりました。気持ちよく働き、隣の家ですぐリラックスすることができています。終わった。